いやー、マジで、この選手入ってくるんやったら、ジャイアンツ本気で、ほんまに優勝してると思うし、マジで全ての問題が解決する可能性、マジでありますよ。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ちょっとね、すごい情報が入ってきたんで、皆さんに共有させていただこうかなというふうに思ってます。ジャイアンツがですね、まあ、外国人を補強するんじゃないかっていう情報がね、ネット上でバーって拡散されてて、で、まだ放置新聞というかね、放置から出てないんで、まだ確定ではないと。ただ、海外の、スカウトの方というか、まあ、情報をすごく持ってる方が、ジャイアンツと、まあ、契約を結んだみたいなツイート、X でされてまして、で、今、フィジカル検査をしてる最中だっていうようなね、ツイートをして、それが拡散して、バーって広まって、今ね、こういう動画を撮らせてもらってるっていうところなんですけども、まだ、まあ、皆さんの、心境的にですね、まあ、放置から出てないから、まあ、ちょっと確定じゃないし、まだ、ね、いろんなことあったから、まだちょっとこう、そんな素直に喜べませんよっていう思いあると思うんですけども、ちょっとね、まあ、非常には信頼できる人だというところで、ちょっとね、もしこの本当に、まあ、ココモンテスという選手なんですけど、その選手が入ってきた、際にですね、まあどういった、まあ守備位置とかになるのかとか、どういう打順になるのかとか、そもそもどういった選手なのかというところをね、まあ先取りではないんですけども、まあちょっとね、そういったところは、まあこのチャンネルを見てくださってる方にはね、絶対提供しておいた方がいいと思ったんで、今日ね、まだ確定の情報ではないんですけど、少しね、出させていただこうかなというふうに思ってます。はい、今言った通りですね、その選手がですね、ココモンテスというような選手になっております。はい、まあ右投げ右打ちで、主に内野を守ってる選手だと。まあサードであったりとかショートであったりとかセカンド、まあその3つのポジションを主に守ってるような、まあ内野のユーティリティ性のあるね、選手だというところですと。で、27歳、180センチ、90キロというところで、まあ非常にまあ若い選手だなという印象がありますと。で、まあメジャーで言うと、まあ18試合しかまあ出てないんですよね。まあこれ、まあもしかしたらマイナスに捉える方もいらっしゃるかもしれないんですけども、実はですね、エリーですね、ヘルナンデス選手も、まあメジャーで言ったらまあこれぐらいの試合数しか出てなかったんですけども、今ね、ジャイアンツで非常に活躍をしてるというところで、まあ一概にね、メジャーでめちゃくちゃ活躍してるから、絶対日本で活躍するかって言われたらね、皆さんもね、思ってらっしゃると思いますけども、まあ、もちろんそうではないですし、まあ、ヘルナンデスのようにですね、まあ、メジャーで活躍してなくても、日本でね、適用できたりとか、そういったところもありますから、非常にね、メジャーの実績も大事ですけども、それというよりもですね、その選手が本当に一体どういう選手なのかというところを深く見ていくというところが、ここ最近では大事なんじゃないかなっていうふうに思ってますと。で、まあ、いろんなね、YouTuber であったりとか、まあ、いろんなね、インフルエンサーの方が、もうね、情報を出して、細かい情報を出してらっしゃるんで、僕はね、ですね、どちらかというと、そういった人たちと同じようにね、成績を出していくというよりかは、どちらかというと、やはり野球をやってきたという経験がありますんで、ココモンテス選手が本当に、まあ、日本で活躍できるのかというところを、まあ、僕の主観的なところで、発言していく方が、まあ、有益かなというふうに思いましたんで、まあ、成績はほどほどに、僕なりの解釈をね、話していきたいと思います。まず成績さらっとだけ振り返っていきますけども、まあ、今季 3A でね、まあ、プレイされてまして、まあ、64試合出てて、3割3分5厘、9本のホームランで47打点。で、OPS が965と、いうところになってます。まあ、この数字だけ見たら、素晴らしいよねっていうところはあると思うんです。で、ポジションに関しても、まあ、その64試合のうちの、35試合がセカンドで出てて、ショートで8試合。で、サードで11試合出てるというところになりますと。まあ、主にね、セカンド、ショート、サード、この3つのポジションを、まあ、今年もね、今季 3A で守ってるという形になってます。で、まあ、やはり、今、ジャイアンツの現状を見てみますとね、やはり、まあ、坂本選手のサード、
というところが、やはりね、まあ、坂本選手の不調もそうですし、サードというところを少しね、まあ、今、岡本選手をファーストから回したりとか、ああ言ったように、ちょっとね、まあ、結構、不満というか、不安が、その辺にあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。そこで、まあ、今ね、ネットとかでもよく、僕のチャンネルでもコメントたくさんありますけども、まあ、2番に誰が置くとか、5番は本当に誰がいいんだ、みたいな議論もありますと。で、5番に関しては最近、大城選手がね、ファーストで出てて、まあ、守備力というところは少しこう、目をつぶりながらね、やってますと。ただしかし、本当にバッティングというところで、今最近ね、ちょっとずつ上がってきてる、ね、ホームランもありましたし、というところで、5番は大城がやっぱりいいんじゃないかっていう声が少し、少しというかね、結構多くなってきてると思いますと。で、僕もそれに関しては、まあ、守備力というところは、まあ、まだエラーもね、してなかったりとか、まあ、無難にこなしてるというところがあるんで、まだこう、足を引っ張ってるというところはないと思うんですけども、まあ、やはりね、いろんな難しい打球であったりとか、いろんな処理が来た時に、まあ、その、守備力というところは、ちょっとね、ボロが出てしまうかもしれないけども、現状はやはり、そこまでね、大きな問題は起きてないんで、5番、ファースト、大城っていうのは、今の現代界のチームで言うと、いいんじゃないかな、っていうふうに僕思ってます。で、じゃあ2番っていうところですよね。やはりサード、岡本というところにして、2番打者をね、誰にするのか、みたいなところって、非常にね、今最近、問題になってきてますと。で、まあ、やはりね、早い打順で、いい打者をね、立たしてあげたいというか、ただすことによって、打席数も多く回るし、結果的にチームにね、対する得点というのも増えると僕は思ってますんで、そこは、まあ、2番バッター昔みたいに送りバントで、小技が効いて、みたいな感じっていうよりかは、まあ、どっちかっていうと、まあ、長打も打ててというかね、パワー系というかね、うん、攻撃的には2番っていうのが、まあ、主流だと思うし、そういったところで、上にね、1番、2番、3番、4番ぐらいまでにいい打者を固めて、まあ、その3人、4人で、2点、3点取ってくださいよというようなね、野球が結構主流になってきてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、本題戻りますと。で、今日ね、ココモンテス選手を、まあ、分析していくというところなんですけども、まあ、この選手がですね、2番に入ったらすごく面白いんじゃないかなっていうふうに僕思ってるんですよね。で、僕動画見ました。非常にね、YouTube にたくさん漁って見ました。はい。で、ココモンテス選手ね、めちゃくちゃいいです。正直言うと。もう、ヘルナンデス選手の時も僕言ってたと思うんですけど、この選手は穴が少ない。っていう風に言ってたと思います。で、非常に、インサイドアウトからバットが出てて、非常に日本での野球、投球に対しても対応できるんじゃないかっていうようなお話をしてたと思います。で、前も言ったかもしれないですけども、まあ、新外国人選手が、果たして本当に日本で、活躍できるのかっていうところを見ていく際にですね、僕が何点かこう見るポイントがあるんですけども、まあ、例えばですけども、インサイドアウトでバットが出てるかとか、しっかりタイミングを間を使ってね、間を取りながらしっかりこう、自分の前で打ててるかとか、あとまあ、左肩の開きが早くないかとか、まあ、主にね、まあ、もっとあるんですけども、まあ、主にこの3つぐらいを僕見ることが多いんです。で、そこで、まあ、今回もですね、このココモンテス選手のバッティングの動画をですね、まあ、この今言ったような3つの観点から、見ましたところですね、この間、まあ、ヘルナンデス選手が来日される前に見た感じと同じ、または、もしかしたらそれより上回るぐらいの打撃技術を持ってるんじゃないかなっていう風なところは僕非常に感じました。やはりですね、まあ、まあ、まずインサイドアウトというところなんですけども、非常にね、なんて言ったらいいの？体はね、180センチ90キロというのは結構ガッシリしてるような感じですけども、非常にね、バットがこの体の近くを通るっていうところで、まあ今ヘルナンデス選手もインサイドのね、攻めとかもよくされてますが、そういったところの攻めに対しても、非常にね、バットをうまく使って、体にうまく巻きつけて、そのインサイドのボールをさばいていけるんじゃないかなっていうような打ち方をしてて、非常にいいというふうに僕は思いました。で、タイミングの取り方なんですけども、非常にね、まあヘルナンデス選手と、まあちょっと似たような形で、まあ足を上げて、ちょっとこう、自分の前でね、しっかり、打ててるっていうところが、多かったですし、まあ変化球なんかにもですね、一度と足を上げて、足をついてからでも、体がピタッと止まってからそこからバットを出すっていうような、非常に高度な打撃もできてましたんで、そういったところで、まあ日本野球、特にセリーグの野球っていうのは、まあ変化球とかが多かったりすると思うんですけども、その変化球に対しても、
まあヘルナンデス選手と同じようにね、対応していけるんじゃないかなっていうような打ち方、してました。で、最後、まあ左肩というところなんですけども、まあ非常にね、まあ結局、配球なんかをやってもですね、インサイドとアウトサイドどっちが多く来るかって言われると、やっぱりアウトサイドの方が、配球としては絶対多くなるわけですよ。インサイドに、例えば、10球投げたとして、10球投げるとして、例えば5球インサイドに投げて5球アウトサイドってあんまりないんですよ。どっちかというと、まあ1、2球、2、3球インサイドを意識させながらアウトサイドで勝負をするっていうのはね、まあ、メジャーリーグでもそうですし、まあ日本でもまあ、大体そういった配球が多いんですけども、その配球に対応していくためにはですね、やはり左肩というか前の肩がこう、先にこう、回転しちゃって、こう、あっち向いてしまうと、バットが届かなかったりとか、当たっても力弱い打球になったりするので、だから左肩がこう、やっぱりこう、ある程度ピッチャーに対して向いておくと、バットも届くし、体の中で打てるんで、力強い打球が打てるっていうところなんで、そういったところを見させていただくことが多いんですけども、それに関してもですね、非常にそういった打ち方ができてたんで、逆方向にもね、強い打球を打ててたんで、これは非常にマジで入ってきてくれるんやったら、マジででかいなっていう感じはすごくしてますと。で、じゃあ、ここ、モンテス選手がですね、内野手主に守ってるっていうお話をしました。じゃあ、今、ジャイアンツの布陣、ポジションを見たときに、どういった形になっていくのかなというところをこれから見ていきたいと思います。ちょっとちっちゃいホワイトボードを用意したんですけども、はい、こんな感じになると思いますと。で、まあ、現状はですね、まあ、ここのように、まあ、岡本選手が今、サードに行ったりとか、大城選手が、ファーストに行ったりとか、で、ここに括弧をしているところは、まあ、坂本選手が今、2軍に行ったりとか、本来、ファーストは岡本選手ですよっていう意味なんですけども、まあ、入るとしたら、まあ、セカンドも守ってるんですけども、ここ選手ね、ここモンテス選手入ってるんですけど、まあ、セカンドは吉川選手がいるんで、まあ、吉川選手、今、現状ね、フル試合で出てますし、まあ、セカンドっていうのは、まあ、相当何かが起きない限りないんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですよね。で、そこで、何個かね、いろいろ、起用法を考えられるんですけど、まず、坂本選手が復帰してサードに入った場合、うん。で、坂本選手がしっかり状態を上げてきて入った場合は、僕は坂本選手がサード入ると思うんですよね。で、その上で、まあ、門脇選手であったりとか、出口選手が今ショート守ってますけども、その二人の打力がやっぱりちょっと乏しいという話になってくると、まあ、ここ、モンテス選手の守備力はね、ちょっとこう見ていかないといけないところなんですけど、もしかしたらここモンテス選手がショートに入って、岡本選手がファーストに入ったりとかっていうする、オプションもあると思いますし、逆に、岡本選手が、ファーストに行って、で、ここ選手がサードに入って、っていう時もあるかなとも思いますし、もう本当に、フルで行くとですね、坂本選手がサードに入って、ココ選手がショートに入って、で、ファーストに大城選手が入って、もしかしたらレフトに岡本選手、そんなことも、打撃がね、なかなか上がってきてないっていう風な話になるとね、そういった布陣ももしかしたらあるのかなっていう感じはするんですけど、まあ実際ここまでやるかって言ったら僕はそこまではやらないかなっていうふうに思うので、まあこれはあくまで一つの選択肢というところですけども、まあ、ここ選手がね、どれぐらいの守備力、どれぐらいの打撃力を日本でね、発揮できるかというところによってですね、まあこういった布陣のね、組み方ができると思いますし、非常にね、まあ坂本選手もそうですし、まあ坂本選手のサブというところももしかしたらあるかもしれないし、でもここ選手がヘルナンデス選手ぐらい活躍するという、してるというところがあるんであれば絶対使っていくと思うんでね。もしかしたら守備力によっては、ほんま僕は変えたくないと思うんですけど、守備力、やっぱセンターラインも大事なんでね。ココ選手がショート守るみたいなことも、もしかしたらあるかもしれないな、というふうに思ってます。はい。まあ、これはあくまでね、どれぐらいココ選手が、日本でやれるかっていうところが、ある程度分かってからじゃないと、多分できないと思うんですけど、やはり、はじめはですね、まあ、サードあたりで、出場して、っていう形。で、ファーストの大城さんが、打撃が上がってきてるんだったら、ファーストの大城さんをキャッチャーに回してっていうような、ところに、落ち着いていくんじゃないかな、とも思うんですけども、まあ、やはり、まだ、放置でね、報じられてないんで、まあ、確定ではないんで、まあ、なんとも言えないですけども、もし入ってくるという話になってくると、そういったね、選択肢もいろいろあって、本当にね、
バリエーションが増えたというか、本当にまあその打撃力が課題だっていう風なね、形はずっとあったんですけども、この選手が入ってきたらですね、本当に全部が解消しそうな感じがするし、本当にマジで優勝もあるんじゃないかなっていう風に僕思ってますと。で、まあ最後に打順のところを見ていきたいんですけど、まあ打順もね、まあその、まあそのどれぐらいやれるかっていうところにもよるんですけども、まあ今考えられるのは、まあその1番丸さんで2番がもしかしたらココ選手ね、いいんだったらココ選手入れて、で3番にヘルナンデス入れて、4番にカズマ入れて、で5番に大城さん入れてっていう風なね、打順にしたら、もうね、相当打撃は、いいと思います。そのチームとしての打撃はね。うん。で6番以降は、まあ、まあその、岸田選手が出るのか、まあ、門脇選手が出るのか、あそこはね、まあ分からないですけども、そのあたりをね、まあ4番5番までに固めていければ、非常に打撃というところでは、今よりは確実にアップすると思うんで、僕はすごくいいと思います。まあ、何回も言いますけども、実際ね、来日して、本当に入って、来日して、どれぐらいの守備、どれぐらいの打撃をするのかね、ちょっと見てからじゃないと、何とも言えないところはあるんですけども、本当にその、僕が YouTube を見た限りで言えば、ある程度僕は打撃に関して言えば成績を出してくれるんじゃないかなっていうような本当思いはありますんで、すごくね、ワクワクするというか、本当に優勝今年で、90周年かな、なんか節目の年なんで本当に狙ってるなっていう感じあるんで、すごくね、楽しみにね、報知からの報道をね、見たいかなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日はココモンテス選手に対して、ちょっとね、いろいろ、ま、起用法であったりとか、その打撃の技術であったりとかっていうところをお話していきました。ちょっとね、確かにまだ報じられてないので、ちょっとフライング気味ではあるんですけども、やはり、まあそういった情報網とかもね、あったりとか、結構したりするんで、もしかしたら本当にジャイアンツに入って、来てくれるのかもしれないので、そこはね、ちょっとまだ不確定なんで何とも言えないですけども、やはりね、本当にこの選手が入ってきてくれるんだったら、マジで優勝狙えるなっていうところ。うん、で、大勢、中川さんが帰ってきて、リリーフがね、またこう熱くなってっていうところになってくると、本当に狙えるなっていう感じはしてるんで、本当にね、これからね、ジャイアンツ面白くなっていくんじゃないかなっていう風な形でね、本当に僕ワクワクして、夜も寝られないなという風に思ってます。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。